こんにちは、加藤です。今日はご質問をいただきました90度曲がったパイプを斜めから見たところについてお話ししていきたいと思います。斜め上から見たパイプなので、多分こんな曲がったパイプっていうのは、おそらくこんな形状、ここが90度で曲がったパイプ、ここが、まあ、円柱状というかですね、これがこうなってるようなこういうパイプかと思いまして、ちょっと、ね、図面を引いてみました、作図してみました。ここが、まあ、パイプだと思ってください。パイプが、まあ、どこかで90度直角にこう曲がっている、こういう形状のものですね。これが斜め上から見たらどんな感じなのかっていうご質問なんですけれども、今補助線を引いてみますね。一応これが元になる形状だとして、ここに見えないですけれども、まあ円が隠れてそうかな。でここも外側のこのカーブもこんな風な円が隠れていそうかなと。でここを中心にして、まあこんな感じの補助線をちょっと引いてみます。これをこう斜め横から見た時のどういうことでしょうかね。こんな感じですかね。こんな風に手前のカーブがちょっと緩くて、向こうのカーブが急になるような、こんな位置関係での見え方を想定して、質問されてきたんじゃないかと思うんですが、はい、多分こんな感じなのかな。ご質問はですね、外のカーブは緩やかで内のカーブが急になる、その感じの線のつながりが理解できませんということなので、外のカーブが緩やかってこんな感じですか、それともこっち向きの置き方なのかな。というわけで、先ほどホームセンターでちょっとねジョイントを買ってきました。排気管みたいなところのジョイントなんですけど、今90度に曲げてちょっとガイドラインというかテープを貼ってみたところです。まずね、真横、そして真上、こう横に置いた場合の真上ですね。そしてここはね1/4、こう正面から見たら横と上下、あとこの斜め45度になる1/4のあたりに、テープを、黒いテープを貼ってちょっと見やすくしたモチーフです。でこれをちょっと置いてみますね。感じの見え方のことを言ってるのかな。外のカーブが緩やかで内側のカーブが急激に曲がる。で、この構造ですね、上の面側面っていうのがどこでどう移り変わるのかが分かりにくいっていう方は、ちょっと今回のこれをですね参考に、作画していこうと思うので、見ててください。まあ、鉛筆はいつものユニの 3B を使っているんですが、ちょっとねこのカメラのレンズの位置に対して私の視点はもうちょっと上から見下ろしているので、ここのカーブの曲がり具合少し違って見えるかもしれないですが、行ってみましょう。まず向こうから直線がこう来てカーブして、で手前につながるで向こうは、まあ、これ見えないですけど楕円が隠れてそうな感じ。はい、ここおさらいですね。この角度に合わせて直角になるようにこの楕円が隠れていて、こっち側に向かうと、でこの辺りから手前へギュッと出てきて、手前の楕円が出口ですね見えている。とりあえずこんな感じの形でしょう。ここもですね、この角度に合わせて直角になるようにガイドライン長径を決めて、楕円を描いています。とりあえずこんな感じで、ここが難しいってことですね。この部分は確かにね複雑でカーブが厄介だと思うんですけど、今回このね線を引いてみましたので、黒い線ですね、これを参考に見ていこうと思います。例えばこのね、真横から見た時のこの一番上、テーブルに対して一番上ですね、ここは、こんな風に伸びています。多分これここの、ね、中心、この辺り通ってるんですよね。通ってここを通って
な感じでしょうか。もうちょっと上かな、この辺かな、この辺を通って、で向こう側、これの一番上っていうのはこの辺なので、ここら辺を通っています。これはここが、ここを垂直に、ここが接地面で、ここを垂直に考えた時のここですね。ここを通って見えないけれども、この辺り、この辺りからここに実は楕円が隠れていて、この辺りを通過してこっちへ向かうと、ここも、ここが接地面中心、実際に設置しているのはこの辺なんですね。この辺ね、描く時の楕円の長径と実際にテーブルと設置している点っていうのはこれ別になるので、ちょうどこれがこんな感じですかね。もうちょっと外側か、はい、こんな感じでしょうか。少し線を整理しますね。これがまずこの上の線、一番上を通るであろう線、まあ、形の上で結構重要なこのカーブポイントです。で次にこの横、この位置ですね、こことここ左右を見てみましょう。これ直角でこの辺に来てるのかな、見えないけど、向こうこの辺、手前この辺、この辺りを通ってここら辺から見えなくなると、はい、ちょっと入りきってなかったですね、位置ずらしました。でもう一回見直してみます。下側はこんな感じで、黒い線が、つまり側面のこの点ですねがちょっと見えていて、その下少しだけここよりも下の面が見えています。はい、だいたいこんな感じかな。そして向こう側の、今度こっち側ですね、向こう側の角はどうでしょう。この辺かな、この辺ですかね、この辺りからスタートしてまっすぐで、ここでここに隠れて見えなくなるんですね。ここはもうほとんど直線でしか見えてなくて、見えないけれども多分こう内側を通ってこっち側にこうつながってくる、こんなカーブを描いているんだと思います。ここ確かに一番難しいというか厄介なこの部分ですね、カーブするところ一番厄介なところだと思います。でせっかくなので、このね、斜め45度、この位置も見てみましょう。ここからここのだいたい真ん中を通っています。向こう側こう来て、この辺りまではほぼ直線、この辺りまではほぼ直線からのここですね、ここが急激に回り込んでこんな感じ、こんな感じ、この位置の線ですね。で次にここは、ここまではほぼまっすぐですね、ここまではほぼまっすぐなんですが、上の面の方がいっぱい見えていて、下半分の面があんまり見えていない、こんな感じでしょうか。こんな感じで向こうへ回り込んでいく、はい、ちょっと線を整理します。代表的な上左右斜め45度っていう 1,2,3,4,5 本、見えないですけれども 1,2,3,4,5 本の、補助線というかガイドラインをちょっと引いてみました。構造としてはこんな感じで、まず一番上、そして側面で、これが上から側面までの斜め上の面ですね、がどう見えているのか、こんな風に、ちょっとね、ガイドをワイヤーのように、ワイヤーフレームのように想定して、ちょうどこれ蛇腹なんでね、この筋が見えてるんですけど、こんな感じでしょうか、こんな感じで見えている、想定して、斜め横から見た時の構造を理解してみてはいかがでしょうか。
今回これ私ホームセンターで買ってきたこの蛇腹みたいなやつなんですけど、500円くらいの、アルミなので手で簡単に曲がる、そういった素材でできているジョイントでした。ちょっとね構造が理解しにくいっていう人はこんな教材を自分でですね用意して書いてみるのも勉強になるかと思います。はい、今日は、90度に曲がるパイプを斜め上から見た時に、この内側と外側のカーブの曲がり具合がうまく書けないという方にちょっとワイヤーフレームを利用した構造を理解するための、書き方というか見方ですねについて解説しました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。